もう十数年前だが、祖母が新聞紙に包まれてた重い何かを私に渡して、絶対みんなにバレないようにあなたが隠して持ってなさい。私が死んだら、それを持ってこの家を出なさい。必ず大事に使いなさい。この家にもう戻ってはいけないよ、と言った。この時私は高校を出て、家事と寝たきりの祖母の介護をしてた。夜の介護も私なので同室。大学は、バカだから行くな、と親に言われた。子供の頃から塾に通っていい大学に行った兄に比べれば、私は塾も習い事も行ったことないバカなので、しょうがないなと思ってた。兄の習い事での表彰状が家中に貼ってあった。羨ましかったけど、お前にはひっくり返ってももらえないよ、と、祖母以外のみんなに言われて育ってたので、そうなんだなと思った。祖母は、〇〇ちゃん、私だって賢い子だよ、と言ってくれたが、家の中で、病気がちな祖母の発言は弱かった。家は、会社人間の父と、趣味と社交に没頭する母、できる兄と、奴隷要員の私と、がんの手術と再発を繰り返してる祖母の5人暮らしだった。祖母は、冒頭の会話の2年後、最後のがん手術から結局回復しないまま、心不全で他界した。祖母の部屋からは、手術前に残した手紙が見つかって、数年前、〇〇会社の、〇〇と名乗る男性のつまらない投資詐欺に騙されて、お父さん、祖父から相続した貯金を、ほとんど、なくしてしまいました。恥ずかしくて今まで隠してました。ごめんね、という内容だった。両親と兄は介護までしたのに、恩知らずのババアが、と大激怒。私はただ泣いていた。祖母の介護がなくなったので、私は家を出ることにした。両親は、家事はどうするんだと怒ってたけど、結局は、高卒でのバイト暮らしなんて、すぐ立ち行かなくなるぞ。週末は家事しに戻ってこいと言って送り出してくれた。それが、両親の顔を見た最後。兄の顔を見た最後はいつだったか。全然思い出せない。祖母から預かった新聞紙の包みの中身は知ってた。アパート借りる保証人になってもらうとき、親に見せた住所は偽物。遅くなったけど、専門学校に入り、資格を取り就職。そのご縁あって、結婚もできた。祖母のお金は、入学金とバイトが見つかるまでの生活費にしか使わず、結局、まだ、ほとんどが金庫に残っている。これがあれば何も怖くないよと、いつも、祖母が背中を押してくれてるような気がしてる。贈与税とかいろいろダーティーなお金なのですれたい。